今週はターです。だっぷんだなんでぷんぷんになった。だっぷんだよ。何ですか、だっぷんだってなんでだっぷんだって言った。だっぷん、え、だっぷんだ、うん、はい、というわけでこの時間はアイリーの選んだターです、はい、何ですか。私の選んだだはだを選んで大好き。お、大好き。はい、最近大好きな人、うん、で、お、あのなんか NMB じゃないんですけど、うんうん、私がなんか久しぶりにあ可愛いって思った子が、うん、AKB さんの中にいて、お、お久しぶりに。じゃあ当ててください。え、なーに。あー、でも近い。ミーヨン。すぐに当たったよ。正解、早すぎ。すぐに当たったよ。そう、早っ。なんでなんで。めっちゃもう、うん、なんかドストライク、もし自分が男の子やったらめっちゃ好きになると思う。へー、ロリコンっぽいね。ないね。あー、いや、なんかミーヨンってさ、なんか大人っぽい。年齢はさ、大人やけどさ。え、そうなんや。うん、何歳かもしれない。18歳。え、そんな結構17、18、忘れたけど、うん、でも意外と見た目よりもお姉さん。あー、そう、性格とか。うんうん、そうそうそう、喋った感じとか。へー、でもさ、見た目がめっちゃさ、可愛らしくてさ、めっちゃ可愛い、幼く見える、うん、ね、なんか SK さんやったら私、うん、木本香音さんがすごい好きなんですよ。可愛、うんうん、いよな。可愛い、可愛い、香音ちゃん可愛いですよね。なんかそういう系が好きかも、意外と。意外と女の子っぽい子が好きやねんな。そう、自分でもなんか意外やなって。うんうん、確かに、うん、っていう話です。見つけたんや、みよみよんと仲良くなれた、うん、え、全然。私こういうのね、なんか気になった人とかでも全然私喋りに行かないんですよ、うん、うんうんうん、なんか遠くから普通に見てるだけで全然。行ったらいいのに。いや、ね、仲良くなれるチャンスやん、せっかく一緒の48グループやのに。じゃあミルキーさん仲いいですか。うん、仲いい、ミヨンだ。じゃあ今度ミルキーさんについていきます、うん、分かった。じゃあミヨンのこと好きだしから仲良くしてあげてってよ。嬉しい、お願いします。はい、というわけで、はい、アイリーの大好きについてのトークはここまでです、はい、この後タがつく無茶振りトークもありますのでお楽しみに。